会社の中では、まあ、みんなのお母さん的存在になってますね。たかがパートですけど、やっぱりされどパートで、時間から時間まで働いたらいいわって言うんじゃなくて、まあ、会社でこう一生懸命働くっていうのか、こうやった方がもっといいんちゃうかとか考えながらね、働く方が楽しいですし、そういう気概っていうのかな、そういうスピリットを今の新しく入ってきてくれてる人たちにね、受け継いでいっていただけたらすごく嬉しいと思いますね。なんかちょっとでも早くしたろうみたいな、機械に買ったろうみたいな、なんかそういう負けず嫌いの思い出みたいなやってて、でそういうのがよりもっと良くしようって気持ちのある人たちが引き寄せられて集まったのかなっていうことを思って、トリトンは世間では変な人って言われる人たちが個性があっていいねっていう感じで受け入れる器がある、素晴らしいところねっていうのを、もうちょっと熱くなってもらってもいいよ、まだまだ熱くなってもらっていいよみたいな感じで。まあ、一番楽しいのは思い描いている配合が一回で決まると思う。求められているものが難しいからやりがいがあるっていうのが一つかな。それと日本で筆の開発できる人間ってそんなにいない。物はちゃうか。いろんな細かいことの積み重ねの経験とかそういうのはやっぱりあると思うんですけど、まあ、経験は多分どれだけ早く見つけれるかっていうことだと思うんですけど、最初始めた時は本当に30何パーから始めて、今平均で多分90パーぐらいなんで、まあ何かしらやってきたことに間違いがないんだろうなっていうのはその直行率の数字で見えるんで、10年経ってもね、まだ10年みたいな感じで、まだまだ。お客様に行く最後の部署なので、汚れや埃などとても気を使っていると思います。みんな仲がいい。嬉しいんですけどね、毎日そういうものに触れて、こんな筆作れてると思うんで、すごいと思います本当に。全部の商品がここを通るんですよ。だからほんまに私がもしミスると出荷できなかったりとか、部材なくって慌てたりとか、だから女の人の方がしっかりしてるってことですよ。それはどこでもそうやろうけど、いいこと言いますね。そこ使ってみたい。私が、器が大きいんじゃないですか。